フライング間違えた。そうだった。気持ちは分かるけどね。やっぱいやでも1万人いるよ。あーやっぱいや適当やっぱ言う。みんなやっぱダメ適当やっぱ。適当やっぱだよ。どんぐらいでどんぐらいの感じやっぱもうぐらい。適当じゃない。みんなもやっぱだよ。みんなもやっぱって言ってる。みんなもやっぱ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 あー続々とすいません皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱやっぱ今日本は9時ですね。日本だね。あそうだね、うん、そうですね。確かに4万人うわーすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。さあということでインスタライブ7人ではいいつぶりだろうね。いつぶり。え、いつぶり。音楽の日ぶり。そう音楽の日ぶり。そうだ。え、7月あれ7月か。俺らが大阪はその時。あ、そうだ、うん、舞台中で。そう途中で帰ってきたんだよね、確か。そう。あ、そうだそうだそうだ。始発ぐらいで、次の日行ったんだよね。そうだ、やばいな。次の日の始発ぐらい。そうだな。だいぶ前だね。3ヶ月ぶりだね。それぶりです。ハードだ。ご無沙汰でーす。ご無沙汰。ご無沙汰です。ご無沙汰でーす。ということで、挨拶行きます。こんばんは。どうもトラビスジャパンでーす。いやいやいや、トラビスジャパン来ました。昨日のマッサマン見ましたよ。だってマッサマンとマツダマンとマツクラマンね。マッサね。マツマン、マツクマン、マツマン盛り上がってましたね。そう、あの、今日は何の日ってことなんです。何え今日はとある日なんですよ。9月29 9日曜日は929929。これ覚えあります？皆さん。肉の日。クニク。いや、違います。肉の日じゃない。招き猫の日だって。え、え、なんで？招くみたいな。今日の日だ。今日は何の日って調べたら出てきた。クリーニングの日だって。クリーニング出してください。出してください。はい。肉の日でも招き猫の。それじゃないですよ。また違う。何なんだろう。一個重要。結構重要よ。え、俺たちに関わる。関わるよ。何だろう。ちょっとみんなわかんのかな。岸君の誕生日。岸君の誕生日。岸君の誕生日ではあるね。岸君の誕生日ではある。おめでとうございます。岸君おめでとう。食べた人。あ、あれ？お、何それ？俺いつ焼き鳥食べたか覚えてないからごめん。じゃあ違うか。それはまたね、今日かもしれないし。そうなんです。岸君の誕生日なんです。おめでとうございます。岸君おめでとう。今日は岸君の誕生日で院内をしてますね。みんなコメント分かってる。岸君も院内してたみたいで。ね。ちょっとじゃあ岸君の院内見てる方もこっちに集まって。岸君も来てもらって。大切な日だから。さあということでですね、あの調印式ってあったじゃん。おい、その俺らのデビューする約1ヶ月前ぐらいにこう契約を結ぶサインをした。あれはアメリカのサンタモニカの方でしたんだけど、その日らしい。あの日か。あの日から何年ですか。せーの、2年。おめでとう。おめでとう。ついに来たぞ。もう2年。おー、風間も来た。あと20年。あと20年は長年。あと20年いったら50近いよ。40後半よ。で、調印式してそのまま発表になったのかな。そう、来月デビューするっていうのが。え、そっか。あ、そっかそっか。それで、それ調印式終わった後に俺だから家族とかからおめでとうって LINE が来たりして。そうだよね。その時までね、もう極秘だった。そう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 。だからその発表というかその情報リリースの日だったね。はい。いや、それから2年です。おめでとう。おめでとう、みんな。みんなおめでとう。おめでとう。応援もいつもありがとう。今日が調印式の日っていう日に決めちゃおう。お、そうだね。調印式の記念日ね。記念日。みんな覚えてくれてんだよ、やっぱり。ねえ、覚えてね。すごい、ありがたいよ、マジで。調印式終わって、サンタモニカで撮影とかして。した。あ、したわ。じゃ、なんじゃ、スタンスをショート動画みたいな。ショート、パーリー。パーリーと、パーリーアップ。懐かしいね。タキシードでね。タキシードでビーチにいたね。結婚式だと思われてたからね。なんか言われ聞かれたんでしょ。さあ、そんなこともあった、まあ、2年なんですが、まあ、そんな日、まあ、最近はどうですかということですね。最近はね、いろいろありますけども、うんうん、まあそんなことはどうでもいいか。よくないよ。触れようよ。最近あの一番そのあれで言うと
キンキンで言うと、シュウエイがインスタを開催しました。今日、開催しました。ありがとう。おめでとう。今日のお昼ぐらいに開設しました、うん、はい。どうですか、うん、そのあれはインスタっていうのはどうなんですか。なんか、うん、メンションメンションのやり方最初わかんなくて、メンションはね、むずいからね。そう、だからそれを覚え、さっき覚えた。覚えた、レベルアップしたわけだ。レベルアップした。おっ、来た、覚えた。と、あとなんかこのフォローしてる人、うん、ゲンちゃんもフォローしてて、うん、で、藤ヶ谷もフォローしてて、うんうんうん、で、その投稿したのを見れるのよ、うんうん、で、なんかコメントするのが楽しい。あー、なるほどね。その先輩だったりとかの投稿を見て、そこにコメントする。そう、なんか新鮮に。その使命は、うん、ゲンちゃんをフォローして、うん、ゲンちゃんは使命を、あ、違う、俺はそのいろんな事情が事情大人の事情、いや、大人の事情、その、ごめん、インスタのやり方あんまそうね、今ね、TJ はね、フォローしてくれてるからね、ゲンタも。ゲンタもね、そう、それこそインスタ解説。ありがとうございます。もう毎日投稿してね、うん、今そうだね、毎日やってる、うん、1TJ ね、1日すごいね。そう、ちょっとみんなのも、いつかちょっと待ってて、みんなの1日ちょっともらいに行くね。あ、もちろんもちろん。この間美容師さんの TJ1、 あー、あったね、美容師さん。美容師さんすぐ練習しなかった。すごいじゃん、美容師さん。美容師さん担当してくれて、あったね。そう、もう気楽にやっていこうかなっていう。なんか、いろんな姿ね、見てて。よかったです。カイトは、カイトは、TikTok、 TikTok やってる。そのおじさんの読み方なんですけど、TikTok を開設しました。おじさんってなんだよ、ナル君に対して。失礼だろ。あ、それが失礼だな。失礼を誇張してる。それが失礼って思ってるもんね。それが立ててる。あ、それ失礼を立ち上げてる。つむ立ててる。塩を塗ってる。お前、左に見てみよう。左に見てみ。あー、大丈夫？声でかいよ。声でかいよ。声でかめの。見てる方の中にお医者様いたら、何もできない。風邪薬ください、僕に。風邪なんじゃないって。通常なんですけど。踊ってたよね。そうそうそう。TikTok を開設しました。ね。そう、踊ってる動画をね、たくさん上げていこうって言って、うん、いいじゃん。誕生日、9月22日に、そう、おめでとうじゃん。あ、そうそう、おめでとう。これまだ誕生日7日経ってるから、まだ誕生日有効期間なんで、1ヶ月は有効期間だ。そうそう、有効期間期間だからまだ、はい、おめでとうのコメント、はい、どうぞ。どうぞじゃないよ。うん、じゃあ見ます。あれってさ、お薬処方されてるわけ。処方してくれてる。おめでとうで、プレゼント、プレゼント、ありがとう。あとね、はい、あるんだよ、まだまだ。最近情報リリースしたことで言うと、うん、海の映画。あ、そうだ、そうじゃないか。おめでとう。やっと、やっとよ。と、しかもそれは挿入歌も決まってます。おぉ、来たね。TJ、 楽しみだね。そうだね、俺この前初号見てきたんだけど、うんうん、いや、ちょっとステンウィズミーが、あ、間違えた、ステンウィズユーがいいとこに入ってるんですよ。マジか。早く見たい。いや、ちょっとね、泣けるとこに入ってて、うわ、そう、マネージャーさんを見てたんだけど、いや、感動しちゃいましたねって言ってたね。いいね、楽しみ。早く見てんの。映画見に行きたいな。いつなんですか。11月15日、はい、上映です。おー、はい、お誕生日間違いだから。もうちょっとだね。もうちょっとだ、結構もうすぐだ。まだか、2週、あ、じゃあ、まだ10月か、あと2ヶ月、まあ、2ヶ月でももうちょっとだ、もうちょいじゃない。そうだね、ちょっとなんか実感湧いてきたというか。そうだね、うんうんうん、ちょっと楽しみにしてます、ね、はい、いいね、いいね。そして、そしてノエルのアニメの声優、うぇー、ナイス TJ、 ナイス TJ、 ナイス TJ 来ましたよ。どう、どう、多数決っていうね、アニメで、はい、初声優、初声優ね、お仕事、そのこの事務所入る前もなかったの、声の声、ああ、あった、多少はあったんだ。あ、なんかゲームに声入れたこと、ああ、それ以来だから結構伝説のクソゲーと言われた。そんなことあったんだ。やめろ、ガチガチだな。そのみん、その界隈でそう言われてたゲームの、めっちゃ、それ以来って何年ぶりになるの。だから20年ぶりぐらいかな。もうちょっとゲームが気になって何も入ってこない。こういうのお仕事、しかも、しかも、しかもでしょ、オープニングテーマに我々の曲が決定しました。ありがとうございます。
天気 TJ。 いやなんか膝出たもんね。曲名はフライハイユーという曲。フライハイユー、もう明後日からですよ、放送。おー、楽しい。10月1日から、第2クールで、まあ、あの7月から、ね、1回、3ヶ月間第1クールやってたんですけど、第2クールの、あの多数決の、あの主題歌というか、オープニング曲として、いいね、フライハイヤーが使われております。ありがとうございます。めっちゃ楽しみ。ぜひ聴いてください。見てください、うん、お願いします。予告編見たけどさ、いいね、アニメにこうマッチしてるっていうのが分かる。最高だよ。チャカのなんか伸ばしてる声が素敵だった。ありがとう。ぴったり。マジで嬉しい。やる気ます。そんな、あの嬉しい報告とか最近の出来事たくさんあるんだけど、うんうん、ちょっと嬉しい報告を、さらにその TJA からしちゃおうかなと思います、うん、発表か。じゃあちょっと発表させていただきますね。さあ、これね、お前ってかしこまった方がいいかも。まあまあまあ、そうよ、そうよ。そうだね、じゃあ発表しようかな。背筋ピンでね。じゃあカウントダウンしていこうかな。ファンの人も結構緊張してたみたいな。何ですかってみんなに言って。どんな感じで準備してほしい、聞く準備。そうだね、ちょっとかしこまってもらって、その、何かしこまって。なんだろう。こう、ほっぺに2本指こう刺して待っててもらって。何話なんですか。さあ、じゃあカウントダウンいきます。はい。せーの。3000。2009年。これ持ってみんな。配ります。そう、みんなこれ謎分かったかい？これ。これ。VR。上がってたやつね。そう。ね、ストーリーに上がってたんだけど。来た。これはこっちが V だ。こっちだ。こっちが V。V。あ、そうか、逆なんだ。B。え？はい。これ。これ見ながら。じゃあ食べな。これ見ながら合わせて。最後の。あ、そっか。色。愛は？愛は？愛、これ愛だ。愛。で、俺がこれ、U、A、コース、ちっちゃ、ちっちゃ、じゃ、これ、A だ。で、閉めじゃない？これ閉めじゃない？これね、じゃあ、ここに入る。あ、違う。じゃあ、1個ずつずらそう。で、ゲンだ。あ、OKOKOK。違うね、閉めじゃ。こっちだね。あ、ゲン、それ、A です。で、ここに2個。だから VIISUAN。 あ、こういうことね。そう、こういうことね。こう、あ、こう順番並べてる。うん。あ、ごめん、じゃあ俺も。いや、なんでやまず、でっかいんでしょ。多数決、どうぞ。じゃあこれで、で、先生、先生、先生、海が沈みます。はい、はい。で、俺がこう、L。あ、A と U 逆だ。はい、A と U 逆だ。おはしろよ。はぁ、大丈夫？黒入れろよ、これ見えるかな。いや、見える。バラバラできんだから。これ。見たかな。これね、アルバムのタイトル。ビジュアルです。ビジュアル。さあ、ということで、発表できました、やっと。やったセカンドアルバム。セカンド発表できましたよ。できました。準備したからね。結構準備もね、たくさんしてきて。しましたね。まあ、これから情報をね、12月4日だから続々と出していくつもりなんだけど、はい、まあ、今回ですね、このビジュアルを、うん、まあ、タイトルもそうだけど監修してくれてる方がいます。おい、誰だろう。誰でしょうか。誰ですか。みんな当ててみてね。クイズです。あー、クイズいいね。ね、いや、そう。お、いいよ、いいよ。正解は言ってみる？いいよ。誰？誰とか言って。あ、その事務所の先輩。事務所先輩じゃねえ。あ、メンバーの中に。あ、すみません。ちょっと気をつけます。メンバーの中で監修してくれた方が。メンバーの中ですね。
あー、すみません、僕です。あ、海！申し訳ない、なんか先輩じゃなくてごめんね、なんか前回、ロードトゥー A はですね、ノエルが監修してくれて、ね、その、まとまったアルバムだったんですけど、セカンドアルバムは、あれファーストだよね、ロードトゥー A ファースト。そう、セカンドアルバムは、海がこうプロデュースといいますか、ね、こう監修してくれてやっているので、まずビジュアルっていうタイトルに込めた思いをちょ海の方から、うん、そうだね、ちょっとお伝えください。はい、僕は今回このビジュアルというタイトルを付けさせていただいたのは、そうですね、僕たちはこうダンスだったり歌にすごく皆さんからこう自分で言うのもなんですが、こう定評をいただいている部分はあると思っていて、そこでやっぱりこう歌やダンスだけじゃなく、この一人一人のビジュアルにもすごく注目してもらいたいなと思って、まずこの題名を付けさせていただきました。それだけじゃなく、そのビジュアルっていうのは内から出るそれぞれのオーラっていうものも僕はあると思っていて、それぞれが持っている個性をこのアルバムの中に引き詰めさせていただきましょう。詰め込んじゃったよ。詰め込みました。さあ、そんな楽しみなアルバムが12月4日4日出るということで、すごい楽しみが、ね、ね、これからどんどん広がっていくと思うんですけど、はい、まあ、今言える情報をまとめて言いますとですね、はい、まず収録曲はですね、3月にデジタルリリースした TGI フライデーナイト、はい、うん、そして元太、うちの松田元太がですね出演したテレビ朝日系ドラマ東京タワーの挿入歌スイーテストチューン、いやそして先ほどの話にもあったノエルというのは、うちの川島ノエルが声優に初挑戦し、シーズン2ですね、シーズン2が10月1日よりスタートするテレビアニメ多数決のオープニングテーマ、フライハイヤー、はい、そして海が出演する11月15日より全国ロードショーの映画矢野くんの普通の日々の挿入歌 Staying with you など全13曲でございます。さあ、いいね、すごいね、たっぷりですね、たっぷりだね、嬉しいね、盛りだくさん。 B 12、17、2 10、あ、17 VII がなんで I が2個あるのか。あそうだね、気がつきますね。そう、今ね、並べて風船で見てもらった通り、皆さん分かりやすかったと思うんですけど、風船のね、お、そうですね、これいい？いいよ、見せちゃって、これです、こっちですか。まずタイトル、タイトルいく、タイトル、タイトルだけさ、ちょっとだけ見せられる、いける、あ、カメラに走れ、ちょっとさ、お前のボードでさ、そっくりって、ちょっと頑張って頑張って、あ、違う違う、それで裏返して、これ裏返して、あ、そういうことね、頑張ってこういうことね、じゃあ使わせていただきます。いいね、あ、いいよ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 、しめちゃんいいね、いいよ、いいよ、まっといいよ、タイトルのね、スペルがね、まあ、こちらでございます。どうぞ、パラパラパラと、こちらです。反転しちゃってるんだけどね、そう、反転しちゃってるけど、うん、ない、はい、こちらですね、はい、こちらなんですけど、あれあれ、え、ビジュアルって愛一つじゃね、うん、って思った方、おかしくない、確かにね、いるよね、お前多くないって、なんでだろう、なんでなんだろう、うん、なんで、聞いてみる、それは、そうだね、うん、なんでなんだろうな、俺しかわかんない、うん、うん、すいません、僕です、はい、さえ、はい、さえ、お願いします、まずスペル間違ったわけではございません。あ、よかった、よかった、大丈夫です、うちの、たまに間違えるインスタとかツイッターとかではございません、大丈夫です。はい、ということで、まあ、なんで II なのかっていうと、その、英数字でいくと、うん、その、え、ローマ、ローマ、ごめんなさい、ローマ数字でいくと、その V が5なんですよ、で、その隣に1本つくと6になって、でも、6だったら、うちのメンバー7だし、ビジュアルでしょ、うん、7人揃ってのビジュアルだから、7にしちゃおうと思って、だから造語をちょっと今回作りまして、VII でビジュアルっていう形にさせていただきます。意味が込められてる、ね、だからこうその VII のとこだけ見ると7にもなるし、そういうなんかいろんな意味合いを込めてこのビジュアルという
名前にいたしました。ありがとうございます。皆さんが呼んでもらうときは VII だったりハッシュタグつけて VII だったりビジュアルでも何でもいいので、でも盛り上げてもらえたら嬉しいなって思うし、 これをね、こう初めて僕たちの CD を買うっていう人たちもいると思うんですけど、その人たちが絶対に手に取りたく、取りたくなるようなものにもなってると思うので、ちょっと期待してほしいなと思ってます。さすがです。さすが。いいね。天才ですか？いや、僕は凡人です。いや、凡人ではない。天才です。あなたは本当に平坦です。いや、デコボコの反対の言葉は平らです。さっきのね、お仕事をね、学んで今言ったんだ。はい。バカ学んだものをすぐに出すバカ。頑張ってほしい。いいことで。はい、ということで、じゃあ紹介お願いしてもよろしいですか？そうですね。まあ、気になってるのは、うん、アルバムの携帯ですよね。確かに。確かにね、これもう言っていいのかっていう。言っていいんです。おお、はい、大事だからね。だからね。さあ、今回はですね、また、ロードトゥーエイと同じくですね、あの、ファンクラブ限定版。はい、初回 T 版、うん。初回 J 版。はい、通常版があります。おー、4形態。はい。で、特典何かなって。確かに重要なんじゃない？特典ってあるの？これ言っていいのかな。言っていいの？言っていいんです。早いね。言っていいんです。言います。じゃあ、はい、お願いします。言っていいの？これもオープンしちゃっていいのかな。いいの？いいよ。言っていいの？こっちも、こっちも。あ、そっち、そっち、そっち。じゃあ、この音から。こちら、この表、この音か、この表。やばいやばい。この表ですね。まあ、ちっちゃくてちょっと見えないかもしれないですけど、はい、読み上げると、ファンクラブ限定版の特典はですね、本編の CD と特典ディスクとして CD と映像、ブルーレイ、オア DVD、 そしてグッズ、おい、ミラー、ミラー、ミラーミラーがつきます。なんか来た。こういうキーホルダーっぽい、その、パカッてやったらミラーになるやつ。おー、そうか。あそこオリジナルのミラーですよ。そのどこにでも売ってるミラーがついてくるわけじゃないんでね。もうちょっと寄せてあげようか。そうだね。見えなくて草って言います。ああ、ちょっと一回見せるか。うん。もう一回ちょっと自分たち見えなくなります。そして、初回 T 版の特典は、本編の CD、特典ディスクとして映像がついてまいります。これもブルーレイは DVD で選べます。そして、初回、初回 J 版はですね、本編 CD、特典としてはですね、特典ディスクとして、さらに CD が付きます。そして、通常版は、本編 CD に追加でボーナストラックが付きます。はい。めっちゃシワ。さらにさらに、え、まだあるの？封入特典として、封入、それぞれ違う動画が見れるシリアルコードが入っています。そして先着特典もあるらしい。すごい。詳しくは HP や公式の SNS をチェックしてみてください。うざいな、お前。お前 HP はいらないじゃん。ヒットポイントじゃない。ヒットポイントじゃないんだ。ホームページですね。シワシワなの気にしないで。あとは反転しちゃってるらしい。まあまあ、それはしゃあない。これはね、ちょっとね、もっとね、まとまってきたら、ちょっと説明、その、本体を持ちながら説明とかね、そうだね、例年通りできるかもしれないから、ちょっと、あの、楽しみに待っててください。お願いします。はい、お願いします。そして、なんと、え?12月4日にですね、ビジュアルの、あ、チャカさん、ちょっと待ってください。何ですか？これだ、これ、これ。これを見せたいらしいです。先に。あ、先に。先にグローバルエディションは大丈夫ですか？はい、ちょっと。お前、さらってるぞ、お前。最悪だよ。お前、先、先行っちゃえ。先行っちゃえ。先行け。そして、同時にですね、4日にこれ、あの、ビジュアル発売なんですけど、はい、あの、同時にですね、グローバルエディション、ビジュアルグローバルエディションも配信リリースされます。ありがとうございます。いろんなね、こう国の方も聞けるような携帯になってるということで、うん、楽しみにしてもらいたいんですけど、そう、ね、うん、その戻りますと何ですか？なんとこっちってことですよね、はい、今出来たてほやほやのニューアーシャのやつがあるんですけども、はい、皆さん見たいですか？イエーイ、ありがとう。お、見たいですか？あー、すごい嬉しいな。じゃあみんながこの時にいっぱいハート送ってくれたら見せちゃおうかな。おお、っお、けい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 け、じゃあハートタイム。どうも、チゼやから、いいよ、チゼもハート送って。
ファンクラブ版、今から入っても遅くないですよ。あ、これ行ってきた。うん、え、来た、いっぱい入っちゃいましょう。入っちゃいましょう。入っちゃいましょう。だいぶみんなハート押してくれてるから、結構なんかすごい3人ぐらいしか押してないんじゃないかな。回らない。もっとドラーンって来ない。そう、もっとドラーンって来ないと見れないらしいよ。ね、連打だ、連打。あ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。おー、来てる、来てる、連打。コメントでもいっぱい。あー、いっぱい。そっか、じゃあなしかな、この感じ。やばい、まあ、やばいよ。みんなコメントでハート送ってくれてるじゃん。あ、そっちか。そういうことなの、ね、難しいか。じゃあ、見せちゃおう。それでは、僕たちの次の話はこちらです。バーン。イエーイ。あ、でも締め反転してるから見えないかも。え、マジで顔は絵は一緒よ。どう、ちょっと近づけてあげて。どうですか。で、一人一人移してみよう。一人ずつ。じゃあまず、げんちゃん。で、次、なえさん。なえさん。お、いいね、いいね。かっこいい、かっこいい。あ、ごめん。次、海。いいね。かっこいいね。で、チャカ。いいね。よし。見えないな。しめ。いいですね。いいね。わー。しず。非常にいいですね。で、さらに、こヤンニョムチキンです。ヤンニョムチキン映すな。しかも手震わせてよ、お前やつ。インサート持ってるんだ、ちょっとじゃねえ。マチュ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 言わなかった。ごめん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 。俺が見ちゃってる。ヤンニョムチキンで焦らせた。マジでごめん。ヤンニョムチキンのせいでマチュが飛ばされた。マチュです。マチュで、続いてが、そして違う味のヤンニョムチキン。ヤンニョムチキン。手黒すぎな。マチュです。ということで、これがちょっと次の僕たちのアーシャになります。イエーイ。かっこいい。あと、ここにはもう一つ、個人のアーシャもあるんですけども。はいはいはい。ちょ、それはどうしようかな。メンバーで2つ持ってもらって、じゃあ、そうしますか。見せてもらおうかな。ヤンニョムチキン。ヤンニョムチキン。ビジュイド。ビジュイドとか。ビジュイドとか。こいつめっちゃいいやつなんですよ。かわいいだろ。一回かな。カリカリだ。ちょっと出る出る。緊張してるからね。いいよ。どれがいい？あ、俺赤いアペヤンにもしてる。いや、マジで。あ、それ、ありがとう。で、ごめん。いや、全然いいよ。お前は。せっかくなのね。かわいいやつだから、最後。かわいいやつだな。これは、どうしよう。カイトから調べてもらおうかな。はい。ありがとう。いいかい？じゃあ、はい、お願いしますよ。個人の、おお、すごいじゃん。笑っちゃって、ちょっとニヤッとしてんのね。かわいい。さあ、じゃあカイトの、僕ですね、仲間に宮近カイトの個人アーシャ、こちらです。ドドン。うん、おーおー、チャカ。はい、チャカだよ。近いね。いいね、いいね。かっこいい、大人っぽいだって。え、大人っぽい、ありがとう。うん、カイト、こんな髪短いの初めてじゃない？初めてかも、赤ちゃん以外。そんなことはないだろ、うん、アメリカの時大体こんな感じだと。アメリカめっちゃ短かった。かわいい、かわいい。ありがとう、これが個人のチャカのアーシャです。イケメンチャカちゃんだって。ほんと、イケメンなんて言われたことない。言われたことあるんだろ。あるある、ほんとね。通り部で出てそうだ。うん、え、通り部で出て。あ、東京リベンジャーズ。いや、出てないよ。じゃあ次、シーズン行く？はい。じゃあ僕のアーシャはこちらです。ベベーン。シャー。来た、かっこいい。どれ？いいね。こちらです。ベッカムやなって。ベッカム、うん、それはこいつだよ。チャカだ。かっこいい。でもイケてるって。なんか大人っぽいね。ありがとう。めっちゃ美人。シー君、主敵だって。素敵、かっこいいだろ。シーズン、お前裸足なの？裸足、今。しかも大切激しいの。ずっと大切だよ、ずっと。パワー、はい、パワーかかってるね。パワーかかってます。かっこいい、かっこいいね、はい、じゃあ締め。はい、ありがとうございます。じゃあ俺のアーシャはこちらです。ドン。おえぇ、黒髪です。黒髪だね。何年ぶり黒髪？黒髪は、まあでも去年一応黒髪にしてたんだけど。そうそうそう、黒髪、まあ、そう、あんまり久々だったね。久々ではあったね、うん、かっこいい、かっこいい。ありがとうございます。いい、いい、いい、後ろ背景もいい感じ、ね、かっこいい、合ってるね。ビジュいいね。ありがとう、うん、じゃあ、ノエル。お、ノエルくん。ノエルくん、来た。おりゃー。うわー、これがノエルだ。明るい、イエーイ。見たか、金髪だね。いいね、前髪ある、前髪ある。
ノエちゃん整ってない、ノエちゃん、あれなんかさ、金髪と黒と白の衣装が合ってるよね、なんかこう色が、うん、ね、マジで貴公子みたい、ね、ザス美女いいね、美女いい、で、続いてマチュピチュ、 I'm much like Machu Picchu、 ブーン、こちらになります、うぇーい、すごいじゃん、酔いそう。ほぼお前の手で自分の角度してる。なんかパイ。めっちゃいいね。かっこいい。じゃあおまつげいきます。いってらっしゃい。まつげのビジュアルはこちらねー。じゃじゃーん。村本バッカーン。セクシーです。村本っぽいね。よきって書いてあるあーざー、そしてラスト、はい、いっちゃってや、私中村こちらです、でんかっこいい、あーいいね、かっこいい、整ってますね、かっこいい、あれあれあれ、あすごいすごい、バーン来てる来てる来てる、すごい来てる来てる、すごい動き、はい、セルフエフェクトめっちゃかっこいいだって、いやみんな好評ですよ、美術本当ですか、いや嬉しい、いいね、嬉しいね、ライスト、かっこよすぎて口角天井つく、危ねえだって大丈夫でした、締めの読み方、読み方覚えね、シリみたいな読み方する、シリです、いやマジでよかった、どうですか皆さん、ビジュアル最高だね、いいね、ちなみにですね、ちょっとまだみんなには見せれないんだけど、僕たちは今手元にその T 版、J 版、そしてファンクラブ版のあの写真もちょっと手元にあるので、そちらをちょっとメンバーに見て皆さんに反応を楽しんでもらいたいなと思います、はい、まだね、あ、気をつけてね、はい、あ、みんなのこれはちょっとまだみんなには見せられないんですけど、俺らだけの反応楽しんで、じゃあ皆さん初めて見るのよ、え、そうだよ、行くよ、じゃあみんな楽しみにしててね、はい、せーの、ボン、うえー、え、かっこよ、え、めっちゃかっこいい、これやばいね、全部やばいけど、え、めっちゃ良くない、ね、めっちゃいい感じ、え、これどうですか、お、あれ、え、鏡いいやですね、これはいいですね、どうですか、どうですか、かっこいい、めっちゃマジでかっこいい、いや、本当にね、去年のロードトゥエもすごく良かったんだけど、今年のもやっぱ勝ちたいなと思って、うん、勝ちたい、上に、うん、で、俺のも来年も俺よりも上に行ってほしいから、うん、どんどんこうトラビスやっぱ更新していきたいなと思って、かっこいい、大人っぽいね、大人っぽい、うんうん、今回ちょっと黒をベースに、あ、やばいやばい、あ、うん、あ、海、しかもしかもしかも海、メガネ発生、え、反射してる、あ、やばいやばい、ズームされて特定される、最悪、うわー、終った、やばいじゃん、気をつけて、あ、やばい、ほら、やばい、見えてるよ、それ危ない、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 いや、もうかっこいい、かっこいいね、よかった、なんかやっぱさ、去年さ、ノエル君がこう提案してくれたじゃないですか、僕たちに、まあね、そう、ね、去年はあれだよ、あのまださ、こういうアーシャだったりとか、うん、あのビジュアルの、ビジュアル撮影とかは、うん、俺は入ってないから、そうか、そうか、曲だけ、曲か、そうか、なるほどね、そうか、今回だね、海が入ってるのかな、こういう、今回はちょっとだけ入らせていただきます、メンバーで初なんじゃない、こういう写真系で誰かが担当するっていう、確かにそうだね、チャレンジや、そう、やっぱその助けを俺も受け取ったからには全力でみんなに還元したいなと思って、うん、ちょっと4日ぐらい寝ずに頑張りました、うん、うわー、寝てください、それは睡眠は大事だよ、いやいやいや、でもそれぐらいちょっと気合も入ってるので、うん、なんかこうトラビスジャパンに興味がある友達だったり、これからトラビスジャパンの何かを撮りたいなって思った人にこう、うん、一歩でも手に取れるようなものを作りたいと思って買いました、わかりました、買いました、いいね、ありがとう、でめちゃめちゃ俺のおすすめのやつが一個あって、うんうん、これファンクラブ版なんだけど、ファンクラブ版がまたいいんですよ、これが、おー、ちょっとそちらはね、確実に手に入れてほしいな、保存用、鑑賞用、まあ、家族に配るよ、うん、
まあ、結構必要かもしれないけど、とりあえずもう見てほしい。いいしね、わかりました、ね、そのくらいの思いってことね、はい、いや結構ね、中身もね、気になるよね。中身はまだ言えない。もちろんこのアルバム自体も、ストリーミングサービスには、配信される予定なので、皆さん、ぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいなと思います。お願いします。まあ、そうなんですが、うん、先行配信、先行配信あります。うえぇ、12月4日まで待たなくていいってこと？そうなんですよ。先に聞いちゃうんだ。全部は、全貌は聞けないですけど、うん、あのですね、10月21日にですね、これ？もうすぐ、2曲先行デジタル配信します。わぁ、おい、マジ？おりゃ、曲名がですね、ノエルが声優を務めたアニメ多数決第2期のオープニングテーマとなるフライハイヤーと、そう、新情報、うわ、また新曲クレイジークレイジーを出しまーす。クレイジークレイジークレイジー、今回はですね、フライハイヤーはまあ、解禁はされてるというか、うん、その音源自体はリリースしてないですが、はい、映像とかティザーとかでその見れてるんですが、うん、クレイジークレイジーはもう本当に今タイトルも発表しましたし、うん、どんな曲になってるのか、まあ、ネタバレ厳禁なんですけど、うんうん、先行配信されるので、うんうん、ちょっとどんな曲かをちょっと待てないって方もいるので、はい、ちょっとネタバレにならない程度で、うん、おっしゃってください。おっしゃる、うん、まあ、まず MV 撮ったよな。 MV 撮りましたね。そうだな、楽しかったな。クレイジークレイジー、ね、どんな MV ですか？うわ、いいねー、いてーギリ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 する、兄貴ギリする。でもなんかギリギリ新しいっていうか、なかなか見れないトラディスジャパンがまた見れると言いますか。おーおーおー、というとなんかこう、衣装だったりとか。おー、どんなの？それ言えないって言ってんだろ、大丈夫だよ、危ねえよ。でもあとは曲調とかも、うん、まあ、言いづらいな、これなんかちょっとテンポ感が良かったりとか。そうだね、これはいいんじゃない。これでもギリか、どれ？その俺らが歌ってるってことだよ。あー、ギリギリ、危ない。それはもちろん俺らがずっと歌ってるから、俺らが歌ってる。え、でもこのメール、俺らが踊ってる、俺らが踊んなきゃ。あ、そう、ファンのみんなのため、俺らがやんなきゃ。そうそうそう、ごめん、申し訳ない。衣装の色とかって言える？言えないだろ。言えないだろ、お前。ネタバレ禁止って言ってんだから。なんでだ。ごめんな。じゃあ、どんな曲か、一言で。あ、一言、一文字、むずひらがな一文字で言うと、どんな、ひらがな、うん、た、ただね。た、なんでた？た、た、なんでか言っちゃったら、でもそう、バレちゃう。まあ、それはあったけど、それはたね、たってなんだ、全然わかんない。あとは、まあ、フライハイヤーですよ。先行配信されるんで、いい曲だよな。うん、ワンハーフはもう流れてんだもんね。そう、まあね、うん、そう、だから、まあ、フルが聴けるってことだよ、10月11日に。いや、あれマジでいい曲、かっこいいね。めちゃめちゃ好き。かっこいいよな。みんなの声マジでいいんだよ。ね、DJ ボイスね。アルバム含めて、わかるよ。先行配信、ね、そう。普通を聞こう、好きよ。うわ、あるから ね、 ね。ちょっと楽しみだね。ね。と配信して聞いてもらって、そうだ、ね、そうだね、いろんなリアクションお待ちしてます。お願いします。お願いします。します。さあ、ということで、あ、もうすぐ終わっちゃうよ。え、もう終わっちゃうの？あっという間だね。大丈夫、思い残したことない？あ、タワーは楽しいのタですかとか言って、うん、予想がね、考察はたくさんありますよ、ね、まあ、いっぱいこう、いろんな考察を出してもらって楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思います、うん、あと全編英語かなとか、あ、そうね、そういうのね、あれね、あと振り付け楽しみっていう、振り付けもね、結構注目かもね、そうだね、うんうん、そうだよね。ちょっといろんな面がまた新しいトラビスジャパン届けれるんじゃないかなと思います。はい、さあ、ということでここでクイズです。え、何だろう。10月28日、うん、何の日ですか。10月28日シンキングタイムスタート。はい、せーの、チッ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 チ
ルル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 答えいきまーす。ダンボーザノエルデビュー日、おめでとう。これはデビュー日すごいな、いい日だな、そんなことあるね。そうなんだよ、10月28デビュー日なんですけど、まあ、みんなもね、こう愛してくれてる日といいますか、記念すべき日なんですけど、来月来ますね、10月28日。そうだね、すぐだよね。そのデビュー記念日にですね、YouTube ライブをしようと思います。やったー。去年は LA からさせてもらったよね。そうだ、ね、シャンパン飲んだよね。そうだ、よく笑ったね、みんなね。懐かしい。懐かしい、懐かしい。ね。この詳細とかはですね、後日また発表を追って発表するので、スケジュールを開けといてくれたら嬉しいなと思います。うん、よろしくお願いします。もしかしたらアルバムのもうちょっと詳しいことも聞けたりするので。うんうんうん、ああ、確かに。アルバムの詳細は22時にホームページにアップします。いや、今日かな？今日の22時。22時。あ、でも、すぐだ、すぐだ。みんな終わったら。終わったらすぐです。だからちょっと、もっと、詳細を細かく知りたいよって方はちょっとホームページで確認してみてください。お願いします。お願いします。高校生って喋った？喋ってないんだよ。まだそうじゃん。これ何なのって、ね、この画像が出てたのに、そう、リー上がってたよね。何です？ちょっとこれは僕から言いますか？お願いします。はい、この、まあ、これ普通のピースに見えるじゃないですか。はい、それはちょっと違うんですよ。え、何なんだ？ここが V で、はい、ここの2つがII になってるんですよね。おー、だからビジュアルピースって決めました。ビジュアルピース、いいじゃん。ビジュビ、それなんかコツとかあるんですか？これは我慢です。我慢、何、どこが大事なんですか？ここの筋肉がちょっと痛くなります。これですよ。ここで押さえてない、親指で押さえてない。普通のピースとかはさ、こうなる、こうなるじゃん。こう、これめっちゃ指導されたんだけど、マネージャーさんに、チーフね、チーフに、こう普通ね、うん、こうやんって、こうここをちょっと強調した方がいいんだよね。ここを、そう、ここを見せたって、この平、あ、なんだこれ、第1、2関節の間か。おー、いいね。これでビジュアルっていう、ビジュアルポーズっていう、そう、これビジュアルピース、いいじゃん。それをストーリーに上げてましたね。だからみんなこれでプリクラ撮って、お願いします。左手でね、左手、あ、これ反転してるけどね。あ、そっかそっか。あ、ごめんね、こっちから右手じゃなくて、左手で、うん、お願いします。お願いします。コメント欄が痛いの嵐なんだけど。でしょ？確かに。そう、むずいよね。意外とね。で、まあ、もしかしたらね、こういうポスターとかも展開されるたりするかもしれないから、僕たちのポスター見かけたら、こうビジュアルピースして、一緒に撮ってくれたら嬉しいなって思います。まあ、こう自分たちが映らないように撮ってもいいし、自分たちが映ってもいいし。可愛いね、ポスね。うん、ね。多分今勝手に決めちゃったけど。いいじゃん、ビジュアルピース。いいネーミングだね、うん、今後やっていこうよ。遊ぶな、下見たい。あー、下で痛いんだ、筋が切れない、筋が切れない。左手むずいね。左手むずいね。爪が刺さる。そうか、女性の長いな。なるほどね。ネイルとかされてる方もいるからね、気をつけて、無理しない程度にね。まあ、あとは10月28日開けといてください。そうだな、みんなで楽しもう、楽しみましょう。嬉しいね、ね、発表ごとね、盛りだくさんだったよ。そうだね、でも結構溜めてたからね。うん、そうだね、すごい楽しみにしてたから、うん、プラス81と同じ感覚だったもん。プラス81って感覚だったね。確かに発表できるからいつなのかなとか、うん、ワクワクね、ワクワクドキドキ、うん、お、スクショタイム欲しい、欲しい。どうですか、どうですか、これでビジュアルポーズでやる、ビジュアルポーズ。あ、しますか。うん、不足。さっきなんか、あれ、アーシャ持ちながらビジュアルポーズ。おー、いいじゃん、いいじゃん。ナイス、ナイス DJ。ナイス DJ。それいいじゃん。ナイス DJ。まあ、俺の、なんだよ。コメントを何消した俺。一回、締め覚えて。消さないと。コメントの消し方。俺ね、この間分かったんだよ。ここになくなったの。うんうん。点々が。あ、ここなのよ。で、コメントを、あ、俺手震えそう。コメントオフにする。おーい、ナイス DJ。 コメントオフです。ありがとう、ありがとう。怪我するから気をつけて、うん、ありがとう。野草がいっぱいいるの。じゃあみんなちょっと前にね、いや、ビジュアルここら辺にしとか。逆に多いんだ。
むずいな、ビジュアルピース。こうね、確かに。じゃあマッチカウントダウンお願いします。はい、いきまーす。1、2、3、4、5、6、7。えぇ、カウントアップですね。カウントアップです。恒例のおざます。おざます、おざます、おざます。あー、ブラ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 。これでいきなりね、ラブシュール。ありがとう、ありがとう、ありがとう。大事ですからね。いや、もう本当にね、あれ、お、なんか降ってきてる。わー、みんなからのハートが降ってきた。愛が、愛が降ってる。ありがとう、ありがとう、みんな。あ、しょで、こんなの、あ、おいしい。また来月ね、デビュー日の配信でね、こう、会えると思うから、それまでちょっと待っててね。楽しみにしててね。ハート、ありがとう。おお、みんなからの愛が、愛がでかくなって、スチームサウナみたいになってる。ありがとう、みんなの愛で。ありがとう、本当に。ありがとう。ありがとうね。いや、コメントも嬉しいわ、本当。ありがとう。本当に。すげえな。すげえな。コメントも嬉しい。嬉しいな。嬉しい。お前らさ、スネークはさ、無言なんだよ。カニ食ってるか。そう、カニ食うぐらい静かだ。そこの3人、あ、いや、でもさ、コメント本当ありがとう、みんな。いや、本当にありがとう、みんな。おぉ、ふざけてんだよな、あいつ。おぉ、おぉ、やばいって、時空がもしかしたら歪んでるかもしんない。もしかしたらやばいって。大丈夫か。大丈夫、大丈夫。え、めっちゃすごいじゃん、これ。チャカ、落ち着いて。もうそろそろ。みんな、本当にコメントありがとう。嬉しいよ。どうすんだよ、その締め方。後ろに閉まんなくなっちゃうぞ。じゃあもう、じゃあもう解散としますか。コメント戻して、一回戻しますか。いいリーダーさんで、するか、今日は。楽しい。今日この辺にしとくか。みんな映って。みんな映ってくれ、今日は。じゃあね。じゃあ、静かになんだよ。じゃあ、どうしますか。じゃあ、別れの挨拶。うん。じゃあ、俺でいいの。うん、お願いしますよ。今日は、その、マジで、その、忙しい中だったと思うけど、俺らに時間を使ってくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこうやって過ごせる時間って、俺すっげえ嬉しいんだ。だから、まあ来月もまあ予定組んじゃったけど、みんな仕事とかたくさんあると思うけど、一緒に集まれたらまた楽しい時間過ごせると思うな。だから、うん、まあその時まで。バイバイ。ありがとう。え、そういうの有形だっけ。たまにまたまにまたまに言いたいだけあるんだ。たまにま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 たね。にまたチェックしてね。お願いします。そして、え、あれだよ、21だよね。何が22先行配信は10月21日。ねはい、先行配信、先行配信チェックお願いします。22週でね、お願いします。盛り上げてね。行くよ。お願いします。おやすみ。おやすみ。おや。